エンボスとは、板金や紙などに、文字や絵柄などを浮き彫りにする加工である。エンボス印で封じられた台紙と、リボン手動型押し機エンボス加工には裏面を押し上げて、浮かす、方式、表面に、特殊なインクを付着することで凸部を形成する、方式がある。印刷加工としては、表面に型押しする加工のうち、模様を凸状に盛り上げる加工を、エンボス。模様を凹状にへこませる加工を、デボスという。道の駅、志野、織部デボス加工の銘板エンボス加工は、クレープ加工とも言う。インクを使わず紙に模様を入れたり、手触りを良くしたり、薄い紙を一枚一枚剥がれやすくする効果がある。また、書籍の表紙カバーで印刷をしたタイトルやイラストの縁を、エンボス加工することで、見た目と手触りとの二重の効果を与えることができる。書類には、エンボス加工を用いてエンボス印を押印することがある。エンボス印を押す、事務用品をエンボッサー、または、シールプレス、型置きなどという。エンボス印を押印した、箇所の偽造を困難にするため、身分証明書の写真欄に押印されることもある。金属加工としては、自動車のナンバープレートが代表的なものである。視覚障害者用の点字もエンボスの一例である。クレジットカードやキャッシュカードなどのプラスチックカードにカード番号や有効期限、口座番号、氏名等を表示するのにも使われる。クレジットカードでのカード決済時には専用プリンターを使ってエンボス加工した文字を伝票等に転写する。現在では磁気ストライプや IC チップによる処理が一般的となり、エンボス加工を施していないカードも出回るようになった。エンボス加工されたトイレットペーパーキッチンペーパーやトイレットペーパーでは、性能や使用感を向上させるために、製造過程でエンボス加工が施されている。コンピュータによる画像処理ソフトウェアには、画像データを浮き彫り状に変換したり文字列を立体的に表現するなどの機能を持つものがあり、その処理をエンボスという場合がある。写真データなどをエンボス処理する場合、明るさの変化の大きいところを明るく、変化の少ないところを暗く、あるいはその逆の処理を行い通常は白黒画像化される。コンピュータの GUI ではこの擬似的な視覚効果を利用し、各要素に立体感を持たせることが行われる。ボタンであれば、上の円を明るく下の円を暗くすることで凸状に出ている状態、逆にすることで押して凹んだ状態であると認識させることができる。地図の山岳部などの陰影表現もエンボスと呼ばれる。かつてはエアブラシによる人手の作業であったが、現在は前述のコンピュータ画像処理により容易に、精密なエンボス描写が可能になっている。製本加工編集委員会、製本加工ハンドブック技術概論編、日本印刷技術協会、2006年、24ページ、元画像エンボス加工後、ありがとうございます。